しとるな、そういうことや。いつものとこはあるの。だけ拭き取るじゃん、もってのほかあざな雑草のとこあたり、よーりんかい。足がふわふわ。もっそくはなかろう。いたんぽがな、大きいのがたーと座った、それ持ったがな、あ、猫から動かんのよ。あ、嬉しい思ってそこを持つんだけど、いつもはな、ないたんぽも。いたんぽって何？いたどる。昔うちでいたんぽいいよ。ご存知ですか？修理費のロードサービスは、業界最高レベル。外あるだろう、寒い。もう早もにぜ。もう3、4、40分ほど経ってん。いや、1時間ぐらい経っとんのもんですから。10リットルまで無料で給油。しかも、保証金抜いとったけに巻きたいね。2つ入れてる。ああ。7つの割引がございます。例えば早割、保険開始日の45日前までにご契約をされたお客様への割引です。いいわね。ケア、いつもあなたのことを。皆様もお気軽にチューリッヒにお電話ください。10分ほどでお見積もりをご案内します。チューリッヒは保証内容を一人一人に合わせてご提案する、あなた専用自動車保険。ご契約された方の平均保険料節約額はこんなに。しかも事故対応はこの満足度。万が一の際もご安心ください。さらに紹介制度もございます。紹介者の方にも紹介を受けた方にもお得な特典をご用意しております。この機会にぜひチューリッヒにお電話ください。お見積もりはもちろん無料。フリーダイヤル145505。ネット申し込みで最大21,000円割引。主演西郷輝彦、痛快時代劇シリーズ「江戸を切る」第2部。足元で飯取ってバイクの会心見てやけぐずぐず滑ると気分の他の魚に取られちゃうよ。お製造に謝ります。西郷輝彦が名奉行遠山金四郎を熱演。私の命が危ない。姿勢に紛れ弱気を助け悪を切る。江戸を切る第2部、お楽しみに。これにて一件落着。娘がれっきとしたお屋敷に合わせているとなれば、うちののれんにも箔がつく。帰ってくればどんな立派な婿でも迎えられる。なおなよ。お祝いに大きな鯛をね、おゆきさん。はい、かしこまりました。頼んだよ、とびきり上等な大きなやつはな。じゃおなみちゃん。何？おゆきさん、大名の屋敷だからって何から何まで我慢することはないんですよ。嫌なことははっきり嫌だということです。自分で自分を大切にしていいですね。余計なことを言っておくれでないよ。お屋敷に上がったことがないものに何を上がると言うんだ。あ、
お願い、早くおいで。はい。なんだか心配だな。お嬢さん、何がいく？ああ、ジロキチン。領収屋のお嬢さん、お婿さんでも決まったんですか？それならいいんだけど、久世様へご奉公に上がるんだって。久世様って、あの関宿五万八千石の久世大和の神様のお屋敷ですかい？うん。あの殿様、若い綺麗な娘には癖が悪いっていう噂ですね。だから、私も心配してんだよ。里見幸太郎がこの江戸切りやれる時もこれ歌えたよな。そう、切る里見幸太郎すらへんこれやりよったよ、この後で、これ歌うたよ。そうなん、これは今大喜びがしよったのに、ね、この後やりよったよ。もう30年ぐらい前、35年ぐらい前。嫌いではありません。
屋さん、最近お嬢さんどうです？上様のお屋敷にご奉公なすって。うん、元気にしてらっしゃい。